災害復旧。災害復旧とは、災害復興に関する事業のうち、特にインフラストラクチャー等の復旧事業を指す。協議には、地方公共団体、都道府県、市町村が、公共土木施設災害復旧事業被国庫負担法、負担法に基づいて施行するもの、あるいは、国が直轄事業として施行するものを指すが、講議には、農地や農業用施設、水路、溜池、 農道などに対する復旧事業を含めたり、負担法の対象とならない学校、病院など公共性の高い建築物、並びに鉄道、ガス、浄水道など民間企業の所管するライフラインの復旧事業を含むことがある。災害復興が民間施設の再建など広く、災害からの再興を指すのに対し、災害復旧は公共的な施設の機能の復元を指している。 従って、基本的には、公共的な施設について、従前の機能を回復させるまでが、災害復旧であり、それ以上の機能の向上は、基本的には、災害復旧の範疇を外れると考えられる。ただし、別途に改良費を投入して、公用の増大を図る制度もある。当外交を参照。また、異常気象によらない被害、事故、テロからの復旧についても、 災害復旧とはみなさないことが多い。災害を受けた施設などの従前の公用を回復するために行う事業であるが、公共土木施設については財源として、公共土木施設災害復旧事業費国庫、負担法に基づく国の負担及び国庫補助制度確立しており、国土交通省都市局所管の都市、災害復旧事業と水管理。 国土保全局所間の河川等災害復旧事業とに分類される。都市災害復旧事業とは被災した街路、連続立体交差、公園、都市排水施設といった都市施設を原形に復旧する。原形に復旧することが不可能な場合には、従前の公用を復旧するための措置をとる。市街地が堆積土砂により被災した場合の堆積土砂排除を行うといった事業である。 河川等災害復旧事業については、被災した河川、海岸、砂防設備、地滑り防止施設、休憩車地方解防止施設、道路及び下水道といった公共施設を原型に復旧する事業である。道路の災い復旧も道路局ではなく水管理、国土保全局所管となる。これら両局所管の災害復旧のほか、さらに活動火山対策特別措置法に基づき、 火山爆発等の火山現象により多量の荒廃があった場合にこれを除去する荒廃除去事業がある。地方公共団体が管理している公共土木施設、河川、道路、砂防施設などが異常気象で被災した場合、本来であれば管理する自治体が自らの予算措置で施設機能の復旧を行う必要がある。しかし地方公共団体の財政力には 限界があり、異常気象により集中的に施設被害を受けた場合には、復旧に長い期間を要することが予想され、その場合には、公共施設の機能不全により、生活境の悪化、ひいては地域の衰退を招きかねない状況にある。このことを防ぐため、国が一定の基準に基づいて、財政援助を行うことにより、施設の早期の機能復旧を図り、 民生安定に寄与することが、負担法の目的である。国の判断に基づき金額の高を決定できる、補助金と異なり、請求があって適正と認められたものについては、支出を行わなければならないことになっている。早期復旧の観点から、負担割合は、復旧に要する費用の66.7%、離島は80.0%、その他激甚災害法の適用などにより、 割合の傘上げがあると、一般の補助事業の補助率、五十から五五十パーセントに比べても率であり、原則として、被災年を含めて三年以内、予算の標準振度は、一年目八十五パーセント、二年目九九十パーセント、三年目百パーセントとなっている。に支出される。国土交通省水管理、国土保全局防災課の統計によると、九百五十一年、 昭和26年に負担法に基づく制度ができて、以降、全国で約300万箇所の災害が負担法に基づき復旧が行われ、都道府県所管分の河川だけでも約8万3千キロメートルで災害復旧が行われたという。一定の基準を満たした異常気象が発生し、公共土木施設が一定規模、都道府県施設で120万円、箇所、 市町村施設で60万円、箇所以上に被災した場合、国に対して公共土木施設の被害報告を提出し、復旧に要する費用を算定の上で国に負担金の請求を行う。国は被害の程度を確認し、被災の原因、復旧工事の概要など請求された内容が適正なものであるかの査定、災害査定を行う。災害査定には所管省庁、 国土交通省、農林水産省などの査定官が現地に赴いて査定を行う。査定には財務省の立会官、立会官ではなく、堅苦しく立会官と読む。が同行し、国費として支出される内容が適正かどうかの確認を行う。原則として申請者、査定官及び立会官の三者合意のもとに査定額の決定を行う。 査定定ののの結果に基づき、年間負負担担額が決定されると、国は負担金の支出を行う。負担法に基づく災害復旧はあくまでも従前の機能までの復旧しか行われないため元々の設備としての機能が不十分である場合には負担法に基づく災害復旧では不十分なケースがあるこのような場合負担法に基づく災害復旧費に合わせて ベッドに施設改良のための費用を投入することで、紅葉を増大させ、安全度を高めることができる。ベッド改良費については、一定基準を満たし、紅葉の増大が確認できる場合には、国からの補助制度がある。以下の5種類があるが、これらを総称して、改良復旧事業と呼ばれている。異常気象により、農地が荒廃した場合、または農業用施設、 投資校、ため池などが被災し、これらの復旧を地方公共団体、または土地改良区が行う場合、農林水産業施設災害復旧事業費、国庫補助の暫定措置に関する法律、暫定法に基づき災害復旧事業費に対する国庫補助が行われる。補助率は、おおむね50%、激甚災害法の適用により、補助率のかさ上げありで、 受益者からの負担金を必要とする。国が直接管理している、施設、一級河川、国道の内指定区間、等が異常気象により被災した場合、直轄災害復旧事業として、特別の予算措置が行われ、施設の復旧が実施される。基準は、負担法の基準に準じ復旧費用の一部については、都道府県からの負担金が支出される。また、 これとは別に、本来地方公共団体が施行すべき災害復旧事業について被災規模が特に甚大、または直轄事業と一体的な復旧が必要と認められる場合には国が直轄事業として災害復旧事業を行う場合がある。これも全校と同様に復旧費用の一部については都道府県からの負担金が支出される。 民間が所有するライフラインの復旧にあたっては、公共財であると同時に、企業等の収益源であるという観点から、原則として所有する企業等が復旧費用の全額を負担する。しかし、生活に著しい影響があり、復旧費用に多大な支出を必要とする施設の復旧にあたっては、地元自治体が負担を行う場合がある。 ただしこれらには特定の法令が存在するわけではなく、個別に対応が検討されることになる。鉄道においては、鉄道機動整備法第8条第4項に、鉄道事業者が実施する災害復旧工事費を国が一部25%以内補助できる規定が設けられている。近年では、平成16年7月福井豪雨でアス和川にかかる、 橋梁が流出した JR 小芝北線と2010年平成22年の豪雨で朝川にかかる橋梁が流出した JR 峰線の復旧費用について国と地元自治体が整備主体の西日本旅客鉄道 JR 西日本に対して復旧費用の一部を補助負担している事例があるまた平成25年台風第18号によって ソマ川にかかる橋梁が流出するなどした、しがらき高原鉄道は上下分離方式で運営されていたことから、しがらき高原鉄道と交差し、地元自治体に対して復旧費用の一部が補助されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。